か北京語をすごい思い出します。同じようなこう気持ちが入りきってないまま試合に出て結果が悪くてみたいな感じが続いてるので、北京後も結果が出始めたのが悔しい思いをしてから負けてからだったので、この悔しい気持ちを糧に次に行けたらなと思います。